こんにちは、光の音楽グランドサウンズ光太郎です。本日はアンドリュー・カーネギーが教える成功のためにしてはいけない3つのこと、というテーマでお届けしていきたいと思います。番組の最後にはですね、 432Hz で調節されたピアノカバー作品をお届けしたいと思いますので、ぜひ最後までお聴きくださればと思います。さて、アンドリュー・カーネギーと言いますとですね、19世紀から20世紀初頭にかけて活躍しましたスコットランド生まれのアメリカの実業家です。1835年にスコットランドで生まれた彼は1848年にですね、家族と共にアメリカへ移住します。アメリカでのキャリアっていうのは電報の職人から始まりましたが、鉄道、鉄鋼、石炭、石油といった産業界で成功を収め、特に鉄鋼業での成功が際立っています。アンドリュー・カーネギーはですね、カーネギースチールカンパニーを設立しまして、鉄鋼業界で巨額の富を築きました。1901年ですね、 JP モルガンに会社を売却しました。その後からビジネス界からは引退しましたが、その後は慈善活動に専念することになります。彼はですね、自分の財産を人々の幸福に役立てるべく、公共の図書館ですとか大学研究施設などへの多額の寄付を行いました。アンドリュー・カーネギーのですね、富の福祉の中でこういった考え方っていうのは広く伝えられて、今日の慈善活動にも大きく影響を与えていると。例えばカーネギーメロン大学とかですね、カーネギー図書館などっていうのが有名な建設物になっております。それではですね、早速そのアンドリュー・カーネギーが伝えてくださった成功のためにしてはいけない3つのことということでシェアしていきたいと思います。まずは1つ目ですね、早速なんですけども飲酒です。お酒は百薬の長というのはですね、その昔人々をお酒漬けにするためのマーケティング戦略であったと、政府のマーケティング戦略であったということが今ではね、有名で広く知られているかと思います。現在ではやっぱり百害あって一利なしというのがですね、タバコ同様一般常識となっているのではないでしょうか。飲酒に関して言えば、イスラム教では明確に禁止されていることも有名ですし、例えば19世紀に創始されたバハイ教という宗教でも明確に禁止されており、またキリスト教の一部の宗派でも禁止または推奨はされていませんと。日本でもですね、もともと神事で使うドラッグといえば大麻草が有名ですね。アルコールではありませんでした。もっとですね、中南米とか南米の方に行きますと、もう少しハードな、ナチュラルドラッグとかがですね、宗教の儀式で使われていたりとか、するんですけども、アルコールを使った宗教儀式っていうのはちょっと思い浮かばないと思います。宗教儀式でアルコールを使う宗教があるよってご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひねコメント欄で教えていただきたいと思います。そんなカーネギーなんですけども、アルコールについてはですね、かなりね強く否定しています。カーネギー自身の言葉で少しね感じてみていただきたいと思います。大抵の若い人たちを破壊してしまうのは飲酒である。飲酒ほどビジネスキャリアの失敗を招くものは他にないと言っておこう。それ以外の誘惑なら回復が難しいとしても、気を引き締めさえすれば競争に残ってそれなりに尊敬されるポジションを確保することも可能だろう。アルコールの誘惑から逃れるのはほぼ不可能だと言っていい。まず飲みすぎはいけない。全く手に触れない方がいい。だがそれが難しすぎるなら、食事以外では酒には一切手をつけないと決意するのだ。夕食で一杯ぐらいなら人生の妨げになったり人生のトーンを下げることはない。だが酒場で飲むのは厳禁だ。酒場で酒盛りをしている成功者っていうのはですね、まあまず聞いたことないですよね。タバコもかつては、大衆を統率するためのソフトドラッグの一つでした。ドラッグというのは基本的にはですね、常々歴史上権力者が大衆を支配するための道具として使われてきたという歴史があることを知っておくといいかもしれません。さて2つ目なんですけども、投機。カーネギーは実業家であって、投機家に対しては非常に厳しい目で見ています。これもですね、カーネギーの言葉でお伝えしましょう。投機家は全く異なる存在です。投機家と実業家は全く異なる存在だと。分かれ道を別々に歩いていきます。投機家は運命の急変に翻弄される存在だ。
今日は大金持ちだが明日には破産していることもある。賭博師どもは貧困のうちに死ぬのである。信用に値する人生を送ることはないし、コミュニティにとって役立つこともない。実業家は長年にわたる忍耐、事業に対する絶え間ない注意を注いでいるからこそ報酬を得ることができると知っている。報酬はあくまでも結果であって偶然によるものではない。目的達成のためよく考えられた手段によって実現するものである。実業家は応援団だ。自分自身の利益は後回しにする。だからこそ絶対に投機家にはならないと決意しなくてはならないのだ、という言葉をね残しております。やっぱり手っ取り早くお金持ちになるためにトレードとかですね FX を誰かに勧められることもあるかもしれませんけども、これはやっぱり私個人的にも絶対に乗ってはいけないなっていうふうに思います。基本的には破滅への道しかないっていうのはね、歴史上の投機家たちが、投機家たちの運命がですね物語っているんではないでしょうか。成功している投機家っていうのは誰か思い浮かべるでしょうか。非常に有名なですねジェシー・リバモアという投機家もいますが、彼はですね自分で結局銃で自殺するんですね。すごい儲かった投機家なんですけども、やっぱり、幻想の中、お金っていうのは幻想の中で消えていく。やっぱり投機家で投機で稼いだお金っていうのは幻想なんですよね。他にもですねジョージ・ソロスとかジム・ロジャースとかですね、投機って検索すると出てくると思うんですけども、やっぱりこういう名前が残っている方っていうのはたまたま一か八かの賭けに成功して、いいところで降りた人を成功者と定義しているのであればですね、それを成功者と呼ぶのかもしれませんが、それで何になるんだろうっていう、アンドリュー・カーネギーの言葉を使えばですね、信用に値する人生を送ることはないし、コミュニティにとって役立つこともないと。コミュニティに役立つこともないんですね。で、例えば有名なラリー・ウィリアムスなんかも、彼は投機家としても有名ではあるんですけども、どちらかというと私としては優秀なアナリストというニュアンスが、数学者とかですね、アナリストとかいう分析の見方の方が強いんじゃないでしょうか。他にもですね、レイダリオとかも出てくるかもしれないんですけども、彼は確実にブリッジウォーターアソシエイトというですね会社を大きくした実業家であるというふうに言えるんじゃないでしょうか。本来ですね、やっぱりお金っていうのは愛の循環をより物理的に感じられるこの物質世界のシステムであるというふうに考えるのが自然であってですね、やっぱり幻想の中で回すものではないというふうに私自身も思います。皆さんはどう感じるでしょうか。もう一つ三つ目なんですけども、お金を貸すなとアンドリュー・カーネギーは言っています。そのアンドリュー・カーネギーの言葉で言いますと、最後に絶対に裏掛けをして保証人にならないこと、この3つは必ず守ってほしいと。これが学校を卒業してビジネスの世界に入っていく君たちへ送る言葉だという言葉を残しております。本日ね紹介しました3つの成功のためにしてはいけない3つのこと、これを人生から除外してですね、皆さんの人生を豊かにしてみてはいかがでしょうか。さて本日も最後までご視聴ありがとうございました。最後にですね、クランプサウンズ、光の音楽クランプサウンズからリリースしております 432Hz ピアノカバーシリーズから、本日は宇多田ヒカルさんの、ファーストラブをお届けしたいと思います。最高クラスのですねピアノを使用した高音質音源となっております。愛と調和の周波数 432Hz をぜひ体験してみてください。